だからなんかな、イカゲームは全然身内せえへんけど、でも、なんやろ。ニンテンドースイッチの方のイカゲームはめちゃくちゃしたい。ね、面白いらしいね。あれ、あのキャラクターがめっちゃ可愛いなってあんま知らんねんけどさ。誰か視聴者さんでね、スイッチを俺たちに送ってくれるようなね。プレ企ゼン画ト思いコーついた。ナー。何？キャラクプレゼント企画コーナー。登録者が10人達成したら、その10人の中から お金を、スイッチ分のお金をみんなで負担してもらうっていう。でもチャンネル登録を解除したらいかん。ちゃんと、もうみんなの顔も名前も、免許証も押さえてあるからな、こっちが。地の果てまで追っかけるからな、怖い。本何もらうの？何、スイッチもらうの？当に。スイッチの本体代金を、その10人で分割？10人全員なん。かわいそう。10人全員やから負担が少ないの抽が、選じゃないんやな。抽選やったらもうなんか一人だけ貧乏くじみたいな、かわいそうな、そんな。そんなな、視聴者さんを。せっかくの視聴者さん。一緒やって。いや、ね。一人3000円ぐらいは出してくれるんちゃう？やっぱり。3万円足りる？足りんの？知らん。え？スイッチっていくらすんのよ。いくらやったかな？1万7千8千ぐらいけ？安いのか。知らんねん。全で然、も2台もいるから。乗っかってもらおうとしてる。俺だけの予定やと思う。そうやった？ 2 台って言わんかった？言うてない。あれ？ちょっと待って。全然1万のとか違うみたいね。いくらやねん。3万ぐらいするんちゃうの？3万ぐらいするんちゃう？知らん。定価でいくらなん？知らん。スイッチ定価いくらなん？知らん。いいよ、その時、10人となったら、調べて、みんなに請求して、ちゃんとした金額スーしたパーチャットでもらおう、スーパーチャットで。登録者数、このぐらいの人数でも、スーパーチャットとか、生配信とかできるんだ。スーパーチャットって何？スーパーチャットで要はお金を投げてもらう。スイッチ投げてもらったらいいの？その代わり、あれ、YouTube 側が何割か取るんやね。確か3割か4割ぐらい。だからもう届く間に、こっちに届く間に、ね、半分までいかんぐらいこう減っとるって、恐ろしじいゃあ、おみん金な持そち。の倍は払わなきゃことないな。3万そうとやしね。たら、だからもう、口座を書いて、そこに振り込んでもらうようなスーパーチャットシステムにした方がええと そうやな。思う。直接金お願嫌いしなまとこはな、外す。すよただな。その代わり、名前とかバレる。口座名とか。もろもろ個人情報がバレるから、それ、一回、パンコ口座にお願いして、後から俺の方。ちょっと待って。なんで？ん？パン粉は明かさない。俺も明かさない。いや、もうこの企で画もなしやん。スイッチが。スイッチはもう自力で買わないかん。何を視聴者に甘えとんねん。びっくりするわ。せっかく見てくれとる人たちを。俺たちがあげるぐらいじゃないと。だから、今そ日う。ん？の、今日のいい感じなところで。いや、終わられへんね。こんなもん何じゃ。か？全然中身のないイカゲームの話になっとるよ。あったよ。全然、わかる。全然、全然。だから、コンユさんつながりで、イカゲームなんかより、トガニや、新幹線を見た方がいい。イカゲームなんか、ほんとしょうもないから。だって、見たって言いよるやつが、シーズン2まで見たっていうやつが、もう記憶がなくなったって言いよるやから。もうダメやん、そんなの。でもさ、誰かさ、レオンのさ、主人公の名前わからんかったやん。いや、そういう主人公の名前とかも全然いいよ。それはいいの？ストーリーさえ覚えとけば。最悪。でも新幹線はもう、
最近のゾンビ映画としてはもう最高傑作なんちゃう？うん、初めて見たときは重かったけどな。うん、ただ2だな。うん、2がものすごいひどいことになっとったな。うん、うん。余計なことしたらあかんよな。残念な仕上がりだ。だから皆さん、新幹線、ファイナルエクスプレスは、1だけ見ましょう。うん。ね。あとあれも、ゾンビといえば。ショーン・オブ・ザ・デッド？うん。まあ、あれはね、コメディでいいけどね。うん。なかなかね。ただ、あんまりほら、情報量多いと、うん、多分、視聴者の人は、うん、割と、ね、パン粉よりの記憶がすぐ喪失するタイプの人たちだから、多分な。多分やね。詰め込みすぎたかな。そうそうそう。だから、今日のお話は、イカゲームなんか見るよりも、うん、ゾンビ映画、新幹線ファイナルエクスプレスを見るべき。え？ファイナルエクスプレス、あ、そっか。あ、そうやね。ファイナルエクスプレスか。うん。あと、トガミな。うん。あと、コンユーさんつながりやった。あと、ニンテンドースイッチで、イカゲーム、スプラトゥーンしたら、うん、実況配信するから、うん、実況配信してほしい人たちは、もう、すぐにお金を振り込んでくれたり。この人たちの実況配信聞きたいっていう人たちは、もう、すぐに、ホリエモンとか軽い気持ちで振り込んでくるんじゃん。かなうん、ちょっとホリエモンをさ、とりあえずツイッターでフォローしといたら、もう、ホリエモン騙されて、こう、お金振り込んでくると思う。騙されるかな騙されるホリエモン、うん。これめっちゃ本持ってますっていう嘘つくの。めっちゃ本持ってますし、餃子屋の話は、全然ホリエさん悪くないっす。悪くないっす。言ったらくれる？くれるくれる。うん、餃子屋が悪いっすってね、嘘ばっかり言っとけば多分くれる。うん、多分な。そうや、そうや、ホリエモンで思い出したわ。その、ホリエモンがイカゲームを岡田斗司夫さんっていうオタキングにおすすめしよったんよ。うん、センスないわな、やっぱりホリエモンは。他の作品を知らんのやと思うけどな。もうなんかほら、なんや、あれ。あれも、プペルも、感動できへんやつは、性格がねじ曲がってるとか言うとったけど、いやいや、イカゲームをおすすめしよる時点で、お前に物語を見る資格はないからなって、ね。うんなんてことをパンコはよく言いよるけど、本当やめてや、俺。俺、ホリエモン大好きなんや、本当に。本全巻持ってるから、餃子屋でもホリエモンめっちゃ俺は擁護してた。ツイッターでボロボロになりながら、ホリエモンさん間違ってないって擁護してた。よし、フォロー終わった。これで多分ホリエモンも、こう聞いてても、こう、うん、あ、こいつら、俺の味方なんちゃうって、こう、騙されてくれると思うから、多分大丈夫。出勤2台もらえんね、ホリエモンから。ほんま？何？ほんまやで。うん、金持っとるもん、多分。そうやね、持ってるからな、ええと思うけど。ただ、どっちが金払い良さそうかって言ったら、うん。メンタリスト、大悟さんあたりを用意しとった方がええんちゃうそうな。じゃあ、いやー、科学的に顔がかっこいいっすって言えてば多分、振り込んでくれると思うから、ここはもう、女のパン粉が言った方がいい。ほら。うん、今もう、ガラガラの声でもう、絶対ダメなの。だからな、ちょっと あまり喋ってへんか、すぐ喋ってなかったらガラガラになるから。ちょっと、何やねん、その、スナスのキーママみたいな声出しやがって。うんと。なんか水持ってくればよかったよ。はい、言うてみて。え、チャンネルって何あれ何違うメンタリスト大悟さんは科学的にイケメンですって言うわな。何科学的に、メンタリスト大悟さんは科学的にイケメンです。これは、ローンマッハ大学の研究結果なので間違いないですって。
ローンハン、ローン、ローンマッハ大学の、うん、何？研究論文に間違いがない。研究論文に間違いはない。うん。若干、なんか、ぐる、ほんと、ほわほわしてったけど。まあ、なんとか多分。スイッチくれるんちゃう？メンタリスト大悟さんか、ホリエモンさんあたりが、こうね、くれると思うけどね。もう、俺、くれたら、もうお金くれたら、もう俺、誰でも容赦するからね。もう、お金をくれる人が、俺の味方だから。そんなやつやったんや。そんなやつにも変え、モデルチェンジやで。まあ、しゃあない。金のためやったらな。金のため。ビジネス系 YouTuber やからな。絶対ビジネス系を履き違えとるけど。うん、そういう意味じゃないから、ビジネス系 YouTuber って。うん。うん。何やねん、このダラダラした感じは。そうやろ。もうどうしたらいいの？うん。だから、今日は、なんていうの、イカゲームなんかを見ずに、うん、どうせ見るなら、新幹線、うん、ファイナルエクスプレス、うん、婚姻さんが出てるから、うん、まあ、婚姻さんつながりでね、うんうん。で、あと監督の名前は知らんけど、うん、監督つながりでは、うん、トガニを見た方がいい。うんうん。うん。トガニの方まだ100倍以降価値があるんちゃう？っていうお話でした。以上です。ほら。チャンネル登録よろしくね。こう、あ。言うてもどうかな。言うていいよ、もう全部。高評価ボタンもよろしくね。お友達にもおすすめしてね。みんな、同窓会名簿を片っ端から連絡して、チャンネル登録するようにお勧めしてください。よろしくお願いします。お願いします。以上です。